眼科医の平松です。今日は心筋性眼内炎についてお話ししようと思います。心筋っていうのはカビの一種ですよね。でカビが目の玉の中に入っちゃうんですよ。そんなの入るのって思うかもしれないんですけど、普通入らないですね。で一番多いのはですね、すっごい体の状態が悪い人とか、ステロイドっていう炎症止めのお薬をすごく大量に使ってるブドウ膜炎の人とか、そういうので使ってて、そういう状況でたまたま心筋が入っちゃってで飛んでくるというか、そういうことが多いですね。あとは免疫不全の人、HIV とかそういうような形で免疫不全があったりとか、あとがんで本当に状態が悪くて抗がん剤も使っててみたいな状況な人とか、そういう方だとやっぱり目に心筋が入ってきちゃうことがあります。じゃあどういう治療をするかっていうと、抗心筋剤って言って心筋用のお薬があるんですよ。ただ抗心筋薬ってね、なかなか効きがねスパッと効かなくて、かつねある程度の血中濃度をずっと保ってたりしなきゃいけなくて、でそもそも心筋性眼内になってる人って体の状態が悪いわけじゃないですか。その人に心筋の抗心筋薬ってやっぱ肝臓とか腎臓とか、体の負担もちょっとかかるんですよ。結構コントロールが難しいって感じです。なので、なんとか体の様子見ながら、なんとか抗心筋薬を使ってどうにか抑えていくっていう感じで、結構苦労するなっていうのが正直な表現ですね。なかなかね、普段の生活してて心筋性眼内炎になることはないと思うんですけど、ステロイドを大量に使われる可能性がある方とか、体調が極めて悪いような特殊な状態の人の場合はちょっと頭に入れといていただけるといいかなと思います。今日は軽くお話しして、もうちょっと深掘りした聞きたいとかって場合はコメント欄に書いていただければと思います。また動画がいいなと思った場合は高評価ボタンも押していただければと思います。よろしくお願いします。